いや今日はね、これからね、奥多摩周遊道路っちゅうとこに向かおうかな思ってるんですけど、今ちょっとね、友達と待ち合わせしてるんで、今集合場所にね、向かってる感じっすね。で、まあこの昨日も、昨日じゃねえや、オートパーラー上げよう行くときも話したんだけど、友達がね、今日納車なんだよ。いや、昨日か、一昨日か。一昨日納車で、ちゃんとバイク乗るのが初めてっていう状態で奥多摩周遊行くから、でも一昨日納車だから大丈夫かな。だから本当にちゃんと走るのは初めてだから、いやちょっと不安っちゃ不安だよね。それで事故っちゃったらさ、こっちにも責任あるからさ。あれじゃね、あれだ、あそこのマクドナルドで集合してるんですけどね。いつもね、毎回あそこのマックで集合っていう風に決めてるんですよ。さあ合流ですね、合流。ふふ、かっこいい、生かすな、かっこいいな。いや、いいじゃん、ビキニカール。撮ろうと思ってたんだよ。え、撮ろうと思ってた。あ、そう、何モトブログ。マジマジでドライブレコーダーになる。そう、ドライブレコーダーにもなるし。いや、かっけえな。なんかマフラー変わっとるし。え、マフラー変わっとるやん。いや本当だ、新品タイヤだね。いやでも今日納車でさ、うん、奥多摩行くって、なか今日じゃねえか、一昨日か、あれ一昨日ぐらいだよね、納車。そう。それからさ、今日奥多摩行くってなかなかやべえよな。いやマジで本当、奥多摩でこけないようにそれだけだね。そうだね、こけたらもう終わりだよ、タンクとかもういっちゃうよ。せっかくそうオールペンでしょ、それ。そうしてあるね、オールペンでね、こけちゃったら最悪だよね。最悪。うん。お、ライダー来たよ、ライダー YZF-R25 R25 来ました、左から。やえして、やえやえだ、やえして。決めて。こんな至近距離でやえするやつ初めてだ。やべえだろ、あの距離のやえ。近すぎだろお前。せめて対向だよな。やべえ、左車線走ってるやつにやえすんだ。いや気持ちいいな、なんかだんだん暖かくなってきたね。うん、今がベストな感じするわ、気温的には。なんか田舎に行けば行くほど山岡屋ってあるよな。そうやね、トラック多いからだな。ああ、そっかそっか。やっぱこういう幹線道路沿いに山岡屋ってあるんだよ。大きい道路沿いだよ、ここ。うん。てかさ、こないださ、うん、交差点で待ってたの。うん、信号待ちしてたのね。そしたらいきなりさ、バリオスのエンジン止まったんだよ。やばくね？右折待ち？右折待ち。あ、違え。直進直進。で、もうやべえと思って降りて、なんか近くにあった公園でエンジンつけた。で、多分俺の予想だけど、回転数がね、俺低く設定しすぎたんだよ。あれ、設定するじゃん、回転数って。できるね。うん。で、勝手に演出した、多分。プスンっつって。歩いて。今回奥多摩行ったら次はどこ行くか。けなし峠とか行きたいけどね、群馬の。え？けなし峠。ああ。知ってる、けなし峠。名前は聞いたことある。めっちゃいいらしいよ、けなし峠。ちょっとエロい名前しとるけどな。
パイパン峠けなし峠でパイパン峠これまっすぐ、そうですね、まだまっすぐ、okay. 3.3 キロ右、OK、チャリが多いな、やっぱでもチャリんかったら大丈夫です、マジもう車乗ってる時死ねって思うよね、そうだね、マジ怖いね、うん、バイクだったらさ、ちっちゃいから行けるけどさ、あれこれ最高じゃないこの道、あー、またグライダー飛んどるわ、うん、すげえな、近い、近いよマジで、ちょっとリク車体倒してみたら、倒しながら曲がってみたら、そっちの方がタイヤのカー向けるよ、うん、端っこ使わないと意味ないからね、だけどマンホール越えんじゃん、あの今日大丈夫、雨降ってねえから、あと 700m 先右ね、 OK、最高、お、東京、おめおめ、もう奥多摩手前だね、そうだね、来たよ、 お、行った、おー、かわいい、かわいいライダーだ、飛ばすなまあ飛ばしたくなる気持ちもわかるけど、使えてるよ、まだ怖いけどね、怖い、うん、ちょっとね、でも奥多摩走ったら怖いっていう気持ちも薄れんじゃね、うん、攻めたくなっちゃうよ、最初この足元にさ俺ついてるホースあんじゃん、え、これ俺オイルのとこにさホースついてるじゃん、うん、これ邪魔だなと思ったの最初、何のホースなの、え、これなんかブリーザーホースって言って、あ、なんかスピードが速くなるみたいなこと書いてあったんだけど、全然そんなことないいや気持ちいい、やべえ、ヘイバディ、えい、やったー、夫婦ライダー、え、夫婦ライダー、夫婦ライダーだね、ここでリクが演出してこけたりしたらネタにはなるんだよ、納車買って、そう、納車してすぐこけましたみたいな、うん、路面凍結もしてなさそうだし、先月の時点では路面凍結してたけど、やっぱ結構あったかい、今日あったかいから大丈夫だよ、うん、前回奥多摩行った時バイク全然いなかったからね、あ、マジで、うん、まあ走れないんだよ凍結で、いやーめっちゃ綺麗、お、お、じゃねー、うぇー後ろにいた人、うん、やっぱ飛ばしたかったんでしょ、やばあいつイエローカットめっちゃすんじゃん、やからやん、うん、お、ヘイバリー、いやー気持ちいい、カーブってやつ結構、え、カーブ、うん、カーブ気持ちいいね、マンコールが怖えわ、うぅ絶景だろこれ、やばいね、やば、ここも結構カーブっすね、うん、いいね、いいね、いいね、多分タイヤの皮むけてるから普通に倒しちゃって大丈夫だと思うよ、うん、来た、飛んでる、来た、ペケジェ吹かせ、うわっ、あ、イエロー、イエロー、めっちゃいいこれ、ダムじゃん
バもあるわ。白丸ダムだった。すげー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 。なんでこんな色してんだろう。イエーイ。お、会釈だ、会釈ライダー。俺さ、左カーブより右カーブのが好きなんだよね、こんな感じで。あ、重心やりやすいよ。あ、やりやすい。次のトンネルでさ、ちょっと吹かしてみて。このトンネルでちょっと吹かしてみて。いいよ。すげえ音するんだろうな。うわ、すげえな。おおはは。あ、待って、思い出した。俺先行くよ。いいよ。ね、これ右でしょ。あ、これまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、こっち、左か、こっちまっすぐ、うん、そう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 、こっち。もうちょい先だよな。そこら辺じゃなかったっけ。うん、ここら辺。ちょっと待ってね。あ、その辺、オレンジ色。あ、待って。ん、これ、何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 これ。行っていいんだよ。待って、思い出した。ここだ、ここ左。前回止めた場所でいいや。着きました。これにて奥多摩移動編は終了です。飯食ってきます。お疲れでした。